聞きの皆さん、おはようございます。9月3日、ただいまの時刻は8時を回りました。カルチャンプルーの沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りします、モーニング那覇。本日金曜日のお相手はユーミーこと池城由美子です。これからの1時間どうぞよろしくお願いいたします。皆様、残暑厳しき折、沖縄ではまだまだ夏が続きそうなんですけれども、昨日は那覇市内片振りに見舞われましたね。の天気雨といいますが、片方はねすっごく晴れているのに、もう片方はすごく降っているというね、右を向いたら青空、左を向いたら黒い雲みたいな、ね、感じで、すっごい雨にね見舞われたよっていう方もねいらっしゃるかもしれません。もうスコールっていう感じなので、大粒の雨で車で移動していたんですが、車に乗り込むまでに相当濡れました。大粒の雨の世界から前方に見える快晴の、ね、青空に向かって走る様子がね、なんともドラマチックでワクワクしてしまいました。各地で、ね、虹も発生していたんじゃないかなって思います。虹見た方いらっしゃいますでしょうか。ということで、お天気には動きのある9月の幕開けとなりました。今週ふと気づけば日の入りの時間もね、だいぶね6時台にね早まってまいりました。今週は秋の準備ということで、皆様に楽しみにしている秋の味覚をお伺いしてまいりたいと思います。トークテーマは秋の味覚。はい、丸々の秋、スポーツの秋、芸術の秋と各分野から愛されているこの季節、旬の美味しいものを食べて過ごしたいところです。ということで、本日のトークテーマは秋の味覚、秋に食べたいあんな野菜やこんなフルーツ、あのお料理、レシピやエピソードなどなど、皆様のメッセージをぜひお聞かせください。スマートフォンアプリツイキャス、またはメールにて皆様のメッセージを募集中です。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。またこの放送はラジオ以外にもスマートフォンアプリリスンラジオ、リスラジで全国からお聞きいただけます。同じくアプリのツイキャスですとか YouTube ライブの方では動画でも配信されておりますので、お好きな方法でお楽しみくださいませ。はい、ということで早速ツイキャスにたくさんご挨拶届いております。ありがとうございます。沖縄大好きさんから、ユミさんおはようございます、今日も美しい、あら照れちゃうそして月曜の音楽番組ちょっとストリームから、カンさんとターキーさんもねお迎えしています、ありがとうございます。琉球のチェエワさんから、ユミさんおはようございます、お洋服も秋色といただきました。そうなんです、今日はねちょっと沖縄ではまだまだ気候的には夏なんですけれども、あの服装から夏をと、あ秋を取り入れてみようと思って、今日はねトークテーマも秋の味覚ということで秋色着てまいりました。ただまだまだ暑いということで、来週からはねまた夏服にね戻っちゃう気もするんですけれども、今日は栗色のお洋服でお届けいたします。はい、そして自転車の店タオさんからも、ユミさんおはようございます、でターキーさんもねおはようございます、ご挨拶ありがとうございます。ターキーさんもサキタンさんも自転車の店タオさんも長谷川純さんもねいらっしゃってます、皆様ありがとうございます。はい、長谷川純さんからはね、あの防災週間ということでリクエストもいただいております、後でお探しいたします。ユミと FM 那覇をご視聴のオーディエンス、グーテンモルゲン、今日の星座占い最下位の防災おじさんですと長谷川さん最下位だったんですか。まあでもね、もうここより低いところはないって思うと楽しいですよねあ、よし、じゃあ今日がそこか、じゃあ絶対明日は今日よりいい日になるなということで前向きに参りましょう。そしてたけしさんからは、東京は雨といただいています、今朝の気温は19度です。え、19度、ちょっとびっくりしちゃいました、寒いですね。私今日ねノースリーブで袖なしのねお洋服でお送りしているんですけれども、東京に行ったら凍えてしまいます。沖縄の、ね、は冬の気温ですね、19度といえば。たけしさんも風邪ひかれないように暖かくしてお出かけください。そして田舎娘ジェットさんから、ユミおはにょーん、毎週この時間が一番楽しみ、最近ほんと疲労感半端なくてラジオが心の支えだわーと言ってくだ
さっています。もうそのお言葉が私の心の支えということで、支え合って参りましょう。カープボーイさんからも、ゆみこちゃん皆さんおはようございます。昨日の昼からの雨はすごかったね。すごかったですよね。パラリンピック昨日もメダルラッシュだったみたいですね。ということで、そうパラリンピックではね、とってもね明るい話題続いております。ニュースつけるのが楽しみですね。はい、ということで秋の味覚をテーマに本日はお送りしたいと思います。そして本日の1曲目は朝ごはんの歌をお送りしたいと思います。皆さん朝ごはん食べましたか？食べる予定はありますか？ということで、アニメ小栗小坂、ジブリアニメ小栗小坂のオープニングテーマより手嶋葵さんで朝ごはんの歌お聴きください。可愛い歌ですよ。今の時刻は8時10分を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇です。それでは初めに本日のお天気からお送りいたします。本日本島中南部は晴れ、昼過ぎから夕方曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降ると出ていますよ。昨日みたいな感じになるかしら。風は南の風、日中南西の風、波は1メートル、
降水確率は6時から12時で 20%、 12時から18時で1時 30% に上がりますが、夜は18時から24時は 20% に下がっております。ただね、20-30% でも沖縄って降るんですよね。なので折りたたみ傘があると便利かもしれません。日中の最高気温は32度ということで、もしかしたら蒸し暑い日になってしまうのかもしれません。はい、現在沖縄本島中南部出ていた雷注意報が解除されています。はい、ということで注意報出ておりませんが、雨ねどこかで降るかもしれないので、雨雲を見かけたらご注意ください。続きまして道路交通情報に参りましょう。まずは沖縄道上り巨大インターチェンジ付近で強化補修作業のため第一走行規制がかかっております。そして同じく強化補修作業、沖縄道上り金インターチェンジ付近でもねかかっておりますね。それに伴って強化補修作業のため追い越し車線規制もかかっているようです。そして下りもね、同じような場所なんですけれども、沖縄道下り伊芸サービスエリアから金インターチェンジにかけて強化補修作業のため追い越し車線規制となっております。北の方にお出かけの方はチェックしてお出かけください。続きまして渋滞情報に参りましょう。私はね今日来るときスイスイだったんですが、5箇所くらいかな渋滞しております。まずは首里近辺から那覇糸満線82号線の上り市立病院前付近で 1.4km の渋滞、ここいつも混んでますね。そして崎山松川線下り松川付近を中心に 0.5km、 そして46号線の上りでは回し支所南付近を中心に 0.5km、58号線の方は南向け那覇市泊付近を中心に 0.7km の渋滞となっております。そしてこちらね、58号線は南北ともに雨久自動車学校前付近で強化補修作業、橋のね補修作業のため規制中となっております。最後に上原の方、那覇空港線231号線上下ともに混んでいるんですが、上りは赤峰付近を中心に 0.5km、 下りの方がいつも混んでますね。同じく国道331号線の北向き那覇市赤峰付近を中心に 1km、 はい、混んでおります。ということで渋滞情報をお届けいたしました。ここでご飯関係のご飯関係食品関係のね可愛い曲をもう一曲お届けいたします。 AKB48 の皆さんで野菜シスターズお聴きください。
ニュースです。沖縄タイムスと琉球新報からお届けいたします。まずは新型コロナウイルス関連のニュースから。現在県内の新型コロナ今朝付け、2日発表の今朝付けで新規感染者は565人、感染者累計 43,775 人、ワクチン接種率は全世代で1回目 51%、 2回目 40% となっております。続きまして、沖縄タイムス。教育面より、南部農林高校県代表にうまいもん甲子園親鳥でおかゆ料理。特産品を生かし高校生らが料理のアイディアや腕を競う第10回ご当地絶品うまいもの甲子園の沖縄エリア選抜大会が8月28日那覇市の沖田那覇ビルと各学校をオンラインでつないで開催された。4校5チームが参加し、創意工夫を凝らした料理を披露。県代表チームには卵を産み終えた親鳥を利用した南部農林高校の親子がゆ涙の再会物語に決まった。11月27日に東京で開催される決勝大会に出場する予定。沖縄エリア選抜大会は新型コロナウイルスの影響でオンライン開催となった。各学校が考えたレシピをホテルジャルシティの料理人が再現し、生徒がプレゼンテーションした。テーマはご当地食材を生かした SDGs× 地元の看板メニュー開発。南部農林高校3年生の赤嶺さん、奥浜さん、平田さんの3人は学校で飼育している鶏に着目。通常卵を産み終えた親鳥は2年ほどで屠殺される。肉質が硬く食材としては使いづらいとされるが、生徒たちは調理で食感を変えて、そぼろや唐揚げなど卵も使って8種類のトッピングを作った。 SDGs のゴール12の作る責任、使う責任などを目指した。審査員の一人、ホテルジャルシティ那覇の総料理長キャン直彦さんは、非常に完成度の高いおかゆになっていると絶賛した。南部農林高校の奥浜さんは、親鳥の美味しさを県外の人たちにも届けたいと決勝大会で抱負を語った。選抜大会にはその他、三郷工業、沖縄高と中部農林から2チームが出場した。続きまして、琉球新報社会面から。上与那原選手の切手販売、東京パラリンピック陸上2種目銅メダル。日本郵便沖縄支社は2日、東京パラリンピック陸上男子 1500m と 400m で銅メダルを獲得した沖縄市出身の上与那原寛和選手のメダリスト公式フレーム切手の販売を開始。公式フレーム切手は84円切手の5枚綴りで2種類あり、価格は1シート1500円、那覇中央郵便局で100シート用意するほか、郵便局のネットショップでも販売する。日本郵便は東京パラリンピックでメダルを獲得したすべての日本代表選手のフレーム切手を販売する予定。ということで、県内のニュース、沖縄タイムスと琉球新報からお届けしました。さなえ宅建塾の代表のヨシーです。この度は那覇市政100周年、本当におめでとうございます。僕も那覇市民として非常に祝福しています。これからも素晴らしい那覇をよろしくお願いします。フリートークでお届けいたします。本日のトークテーマ、秋の味覚ということで、皆様とお話ししていきたいと思います。早速ツイキャス、たくさん秋の味覚についてコメントいただいております。ありがとうございます。自転車の店タオさんから、秋の味覚栗、
栗よりうまい十三里といただいております。この栗よりうまい十三里ってあれですよね、あの栗はきゅうりきゅうりってか九の里と書いて距離のね、栗よりうまいで、よりは四里と書く、栗よりうまい十三里でさつまいものことを示すんでしたっけね。なんかこうあれですね、江戸時代の埼玉から川越とかあの辺の名物で、庶民の間で栗よりうまい十三里というね、この五感と一緒にね広まったということなんですけれども、江戸日本橋と川越の距離が十三里だったからと言われているそうです。ということで秋の味覚さつまいも、私ねさつまいも冷蔵庫の中に入っています今日それと同時に夏の味覚マンゴーもね一緒に入っているんですが今日ねどっちも食べたいなと思っていたところでございますはい、そして琉球のチェイエウォンさんからは、栗についてモンブラン好きだけど今はオールシーズンかなと来ています。確かにモンブランって最近、栗のねモンブラン冬とか、まあ、夏でもね食べられる気がしますが、どうでしょう栗好きの皆さん、夏でも食べてます？私あんまりね栗のケーキを食べることがないんですが、いつも売っているようなモンブランは定番っていうイメージがあります。そして崎枝志保さんからもいただいております。同じくモーニング那覇のパーソナリティを務めてくださっています。志保さんおはようございます。ツイキャスありがとうございます。そしてカープボーイさんから、秋の味覚といったらやっぱりサンマかな、サンマかな、容量サンマかな、高くなってきているみたいだけれど、サンマが庶民の味じゃなくなるとなんか嫌だな、あとは梨ですかね、果物の、あとはなんだろう、秋といえば栗も美味しい美味しい、秋竹城そのまま読んでったら大変なことになったはいね、フルーツも美味しいし、お魚も確かにサンマ美味しい季節ですね。そして長谷川純さんからもね、秋の味覚梨だ梨って来てますよ梨美味しい梨はい、船橋でね有名になった梨で、梨というかまだ梨自体はもともとありましたけど、はい、一躍ね注目された梨でございますが、今年に入ってまだ一回も食べてないかも、ちょっとね秋楽しみにしたいと思います。そしてゴリッチャンさん、ユミさん、皆さんもおはようございます。おはようございます、ありがとうございます。ライチさんからも、ユミコさんグッモーニー、怪しい雲がちらり晴れ、とみぐすくなー、9月もゆたしくと来ております。とみぐすくねはもう怪しい雲がちらりしているそうですよ。もしかしたらね那覇にもね来るかもしれません。あの今からお出かけされる方は晴雨兼用、晴れと雨ね兼用の折りたたみ傘おすすめいたします。そして旧具志川市のおれさんは、会議があるのでこの辺でと、会議前にいつも聞いてくださってありがとうございます。いってらっしゃい。はい、そしてのりおさんからは、皆様おはようございます。ちょっとストリーム、あなたの心のオアシスのりおです。今週も奈良からやってまいりましたということで、奈良からピューと飛んでくださいました。いろんなところからね聞いていただいて、とってもね嬉しいです。本日はトークテーマ秋の味覚でお送りしております。これまたお腹が空きそうな話題となっておりますが、お腹を空かせて朝ごはんをしっかり食べてお出かけといきましょう。はい、そして田舎娘ジェットさんからは、秋の味覚やっぱりあれしかないわ、期間限定のポテトチップス、あらポテト、ジャガバター味の めちゃくちゃ美味しいのって、期間限定のポテチとかあったんですかはい、めちゃくちゃ美味しいって聞いてますよ。ジャガバターね、私もね大好きなのでこれは見逃せないな。秋の味覚なのかどうかちょっと不安なんですけども、はい、秋からね発売されるということで、皆様もポテチ好きはチェケラでございます。そしてライチさんから、秋の味覚サンマを炭火焼きして食べたいね、だがサンマは刺身もうまいんだよなと来ております。そうなんですよ、なんかこう食べ方、もう旬のものって何でも美味しいから、食べ方を変えて何度も食べたくなるなって思います。ブクちゃんさんも、ユミさんおはようございます。でおはようございます。ブクちゃんさんもね、昨日のスコールに会われたということで、トミグスクトンネル前で虹のアーチ見ましたよと、あ、雨上がりの虹最高ですよ。やっぱり見てらっしゃる方いらっしゃった。ちょっとね昨日はお天気不安定で、今日ももしかしたらねちょっと不安定かもしれないんですが、はい、雨に降られて悲
悲しい時はその後の虹を想像して乗り切りましょう。そしてカンさんから秋の味覚いただいています。ナスビかな、焼きナス美味しいですよって。好きです。そうそうそう、冷蔵庫の話をまたするんですけど、冷蔵庫の中にナスが今 800g 入っております。私も何本もね詰まってて198円だったんですよ。嬉しかったからね。これからナス三昧になりそうです、私も。はい、ということで前半終了のお時間が迫ってまいりました。今日もうちなーぐちなーをみんなで聞いて後半に参りましょう。それではお聞きください。うちなーぐちなー、ベンビーとげんちゃんのうちなーぐちなー。さあ今日ご紹介する言葉はこちら、ちゃちゃ。はいはい、これまあ、チャーっていうのはね、これ単体では使わない。チャーなんとかというね、例えばね、チャーニンジ。っていうのはこれ、ニンジっていうのはね、ニンジュン、寝ること。チャーニンジっていうのは、ずっと寝てるとかね。まあ、チャーっていうのは、いつも、常にとか、あと、たくさんとか、ずっととかね、そういう意味がある。チャー飲み。飲みっていうのは飲むこと、飲むんというでしょ。チャー飲み、ずっと飲んでる。バレない飲んでる。チャーガンジュ、いつも元気ね、ずっと元気ね、みたいな感じで使われている。はい、それでは、チャーの使い方、10回クイズバージョン。おいめんべ、お前中国って10回言ってめ。あ、はい、わかりました。中国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 。じゃあいいな。沖縄の手がりはちょっと難しかったかな。またね。FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。9月3日ただいまの時刻は8時31分を回りました。国際通りから1本横に入った道、カルチャーが混ざり合ってチャンプルーミックスする場所、そんな文化の交差点、カルチャンプルーの沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。本日金曜日のお相手は後半もユミこと池代由美子が務めます。ということで後半30分もどうぞよろしくお願いいたします。本日のトークテーマは秋の味覚ということで、たくさんコメントいただいております。スマートフォンアプリツイキャスまたはメールにて皆様のメッセージを募集中です。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jpまでよろしくお願いします。またこの放送はラジオ以外にもスマートフォンアプリリスラジで全国からお聞きいただけます。同じくアプリのツイキャスや YouTube ライブの方では動画でもご視聴いただけますので、お好きな方法でお楽しみください。ツイキャスと、ね、YouTube ライブに関してはバックナンバーも、ね、見れたりしますので、よかったらご都合に合わせてお楽しみいただけますと嬉しいです。はい、ということで秋の味覚、早速皆様のコメントをメールお読みしていきましょう。はい、長谷川淳さんから秋の味覚、栗、キノコ、松茸、リンゴといただいています。フルーツとキノコいいですね。そう、キノコ類もね秋は気になる。はい、美味しそうに見える季節ですよね。鍋なんかもね、そろそろ、まあ、もう少しね涼しくなってきたらそろそろね気になってくる季節かなと思います。皆さんはどんなキノコがお好きですか？松茸？やっぱり松茸？はい、そしてのりおさんから、のりおニュースです。お昼カレーがすでに決定です。
先月16日からダイエット中です。まだマイナス3キロです。以上のりおニュースでした。ということでお昼カレーということでご報告いただきました。お昼のカレーも秋になったらね、具材が変わってきたりしますかね。かぼちゃが入ったりとかねしたりするんでしょうか。カレーはね、意外とね、油が入っているのでダイエット中は気をつけた方がいいですよ。はい、そしてブクちゃんさん、秋の味覚って言ったらやっぱりサンマかな。沖縄では取れませんが塩焼きも美味しいし、大根おろしにポン酢をかけてもいけますよね。魚好きにはたまりません。それでは仕事に行ってきます。ということで、そうサンマね、秋の味覚堪能してまいりたいと思います。はい、お仕事行ってくるということで、ブックちゃんさん行ってらっしゃい。そしてね、今ねちょうど仕事にね向かっている途中に聞いてくださっているよっていう方も行ってらっしゃいませ。長谷川純さんからも秋の味覚モンブランが出ていますね。モンブラン根強いですね。うちの兄もねモンブランが好きだった気がします。そして沖縄大好きさんからはこちらもサンマ、秋の味覚といえばサンマのイメージが強いですね。おろした大根にポン酢かけたら美味しいですし、あとは松茸も栗も欠かせない。あ、やっぱりこの3つは出てきますね。サンマ、松茸、栗、いいですね。栗ご飯とか美味しいっすねって来ていますよ。お腹空いてきた。はい、そしてのりおさんはね、先ほどお昼にカレーをねいただくという話だったよ。のりおさん、実は得意先に向かっている途中です。奈良から大阪は雨です。やる気がまだ起きましんでね、雨の中ご走行気をつけください。そんな中聞いてくださってありがとうございます。今日のお昼はカレー、そして夜もね美味しいものを食べるということをねモチベーションにして頑張りましょう。はい、ということで後半もどうぞよろしくお願いいたします。メールもねいただいているので読ませてください。高木洋平さんから今日もねあの野球のねセルフツッコミをたくさんいただいております。今日は佐々木千早さんについてねいただいておりました。高木洋平さんありがとうございます。そんな洋平さんの秋の味覚、甘栗が好きで、この時期には甘栗剥いちゃいました。をよく買ってたな。他にも干し芋とか大好きで、とにかく目がなかったというね。ちなみに干し芋は火で炙って食うとマジでうまいよっていう来てますが、もうわかる分かりすぎます。干し芋私もね同じ感じで温めてね食べますが、炙るはねあんまりねやる機会がなかったので、ちょっとね今度炙ってみたいと思います。そして甘栗剥いちゃったもね懐かしいですね。私も秋の味覚って聞いて初めにねパッて思い浮かんだのがあのお菓子のねお菓子というかまあ栗のね商品の甘栗剥いちゃいましたでした。そんな高木洋平さんからリクエストいただいております。ウェイザースイレンでアンストッパブルをお送りしましょう。お聴きください。
今の時刻は8時40分を回りました。カルチャンプルの沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしていますモーニングナハ。本日も後半もお天気からお送りいたしましょう。本日本島中南部晴れ、昼過ぎから夕方曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降る。激しくですって、あらま。風は南の風、日中南西の風と出ています。南風がね吹くようですね。波は1メートルで降水確率は午前中と夜で 20%、 昼はね 30% に上がっております。日中の最高気温は32度ですので、まだまだ熱中症にね注意が必要かと思います。現在警報注意報は発令されておりません。雷注意報の方はね解除されております。続きまして道路交通情報、まずは高速から。前半からね少し更新がございます。加えてご紹介いたしましょう。沖縄道上り巨大インターチェンジ付近にて強化補修作業のため第一走行規制。同じく金インターチェンジの方、沖縄道上り金インターチェンジ付近では強化補修作業のため第一走行規制。そして伊芸サービスエリアの方ではですね、こちら上下ともに橋の補修作業、強化補修作業のため追い越し車線規制がかかっております。それに伴ってね少々ね渋滞が起きているかもしれません。はい、そして新しいところ、沖縄道上り石川インターチェンジ先から沖縄北インターチェンジにかけて工事が始まっているみたいです。第一走行規制がかかっております。続きまして下り、沖縄道下り汽車場バスストップから山里バスストップにかけて植え込み植栽作業のため規制中となっております。8時半以降ね多分ね始まったんですかね。これから続々ね工事が始まるタイミングでもあると思いますので気をつけてお出かけくださいませ。続きまして渋滞情報、首里近辺の渋滞解消されております。一つだけ首里からちょっと出て崎山松川線の下り那覇市松川付近を中心に 0.5km、 そしてその延長線ですね、北中城線29号線に変わって西向け那覇市安里1丁目付近あたりで 0.5km の渋滞となっております。代々木大通りの方では330国道330号線北向け代々木付近を中心に 1.3km の渋滞。そして上原の方上りですね、北向けの方がねまだ渋滞残っていまして、国道331号線北向け那覇市赤峰付近を中心に 0.6km の渋滞となっております。おおむね解消はされているんですが、330あたりはねまだまだねちょっとね 1km 以上ねつながっているところがございますので、心に余裕を持ってお出かけください。ということでお天気交通情報をお届けしました。長谷川寿さんからにいただいたリクエスト曲、はい、あの閖上桜かけたかったんですけれども、ちょっとねそのバージョンがないみたいなので、もう一曲あの可愛らしい曲をね一曲かけさせてください。これはねキテレツ大百科というアニメで話題にというか皆さんの記憶に残っているかと思います。ゆかさんでお料理更新曲です。お聴きください。
はい、ちょこっとオフトーク、ちょっとストリーム総裁、そして織友さん、北瀬織さん、おはようございますとね、挨拶いただきました。いらっしゃいませ。本日もモーニング那覇金曜日お送りしております。本日のトークテーマは秋の味覚、はい、お腹を空かせて朝ごはんを美味しく食べようという作戦でございます。皆さんは朝ごはんに秋の味覚どんなものを食べますか？はい、そしてただいまおかけしておりますのはキテレツ大百科の曲なんですが、沖縄大好きさんからキテレツ大百科懐かしい、あ、藤子不二雄作品といえば今日ドラえもんの誕生日と来ています。え、そうなんですか。ハッピーバースデイトゥーユーですね。わー、ドラえもん、ハッピーバースデイディアドラえもん、ハッピーバースデイトゥーユー、すごい、そうなんですね。すごい、沖縄大好きさんよく誕生日覚えてらっしゃいましたね、素晴らしい。はい、そしてドリオさんもね、いざすすめやキッチンと一緒に歌ってくださってます。ということでお料理更新曲をお届けしております。後半もよろしくお願いします。トークテーマは秋の味覚。県内の新型コロナ、県のまとめ2日発表の数字で新規感染者数は565人、感染者累計は 43,775人に達したということです。ワクチン接種率は全世代で1回目が 51.0%、 2回目が 40% ということです。それでは沖縄タイムスから参りましょう。教育面より、南部農林高校県代表にうまいもん甲子園親鳥でおかゆ料理。特産品を生かし高校生らが料理のアイディアや腕を競う第10回ご当地絶品うまいもん甲子園の沖縄エリア選抜大会が8月28日那覇市の沖田那覇ビルと各学校をオンラインでつないで開催された。4校5チームが参加し、創意工夫を凝らした料理を披露。県代表チームには卵を産み終えた親鳥を利用した南部農林高校の親子粥、涙と涙の再会物語に決まった。11月27日に東京で開催される決勝大会に出場予定。沖縄エリア選抜大会は新型コロナウイルスの影響でオンライン開催となった。各学校が考えたレシピをホテルジャルシティの料理人が再現し、生徒がプレゼンテーションする。テーマはご当地食材を生かした SDGs 地元の看板メニュー開発。南部農林高校3年生の赤嶺さん、奥浜さん、平田さんの3人は学校で飼育している鶏に着目。通常卵を産み終えた親鳥は2年ほどで屠殺される。肉質が硬く食材としては使いづらいとされるが、生徒たちは調理で食感を変えて、そぼろや唐揚げなど卵も使って8種類のトッピングを作った。
SDGs のゴール12の作る責任、使う責任などを目指す。審査員の一人、ホテルジャルシティ那覇の総料理長キャン直彦さんは、非常に完成度の高いおかゆになっていると絶賛。南部農林高校の奥浜さんは、親鶏の美味しさを県外の人たちにも届けたいと決勝大会へ抱負を語った。続きまして、琉球新報。社会面より、上与那原選手の切手販売、東京パラリンピック陸上2種目銅メダル。日本郵便沖縄支社は2日、東京パラリンピック陸上男子1500メートルと400メートルで銅メダルを獲得した沖縄市出身の上与那原寛和選手のメダリスト公式フレーム切手の販売を開始。公式フレーム切手は84円切手の5枚綴りで2種類あり、価格は1シート1500円。那覇中央郵便局で100シート用意するほか、郵便局のネットショップでも販売。日本郵便は東京パラリンピックでメダルを獲得した全ての日本代表選手のフレーム切手を販売する予定。ということで、沖縄タイムスと琉球新報から2つ記事をお読みしました。続いてはフリートークをお届け、参りましょう。街が魅力再発見、那覇町ファンクラブのオレンジマンです。那覇市政100周年おめでとうございます。外から来た人を優しく、そしてしたたかに受け入れる、大航海時代から続く那覇の人の DNA が大好きです。ここからはフリートークでお届けします。本日のモーニング那覇のトークテーマは秋の味覚。たくさんね、ツイキャスにも秋の味覚続々届いてますよ。お読みしていきましょう。セブンスさんからは、おはようございます。秋の味覚といえば秋限定のビールといただいています。ビール、季節限定のものあるんですね。秋限定、あ、確かに桜のね、季節とかね、桜の缶でなったりしますが、秋限定のビール、なんかこう 赤っぽい缶でね、もみじがあしらわれたようなビールをね、スーパーで見かけたような気がします。味とかもちょっとこっくりな感じに、夏よりはね、爽やかな夏よりはちょっと濃いめに変わっていたりするんでしょうか。そして長谷川純さんからも、秋の味覚さつまいもと来ています。さつまいもが甘くね、蜜芋になる季節ですね。続きまして、ともぶんさんから、お久しぶり、そしてここでは初めまして。初めまして、ともぶんさん、ありがとうございます。ともぶんさんの秋の味覚は秋サンマ。昨日スーパーで1尾200円だった。おにーって来てますいいですね。え、200円、あ、やっぱり旬のね、ものってね、安くなるし美味しいしでね、すごくいいですよね。今日ね、皆さんね、サンマ、たくさんサンマのお声いただいております。これを聞いた皆様の夕食はね、今日たくさんサンマが並ぶことでしょうはい、続きまして、長谷川純さんからはね、ザクロともいただいておりますよ。あ、ザクロか、目に鮮やかなね、あのフルーツザクロなかなか食べる機会ないですが、食べたいな。そのままね、こう割った時の衝撃が結構すごいですよ。中身が結構はい、すごいインパクトのある見た目なので、ちっちゃい頃はびっくりしてました、あの見た目に、赤い見た目にザクロジュースなんかはね、飲んだりするんですが、そのものもね、食べてみたいなって思います。そしてのりおさんは、毎年みかん狩りに行きますって来てます。いいですね、フルーツ狩り。いつも先走っていくから、黄色くなる前のグリーン色でよく食べてます今年はちょっと遅めに行こうかなということで、いいんですよ、あの早めに行ってみかん狩りしてもいいんです、家で置いておけば追熟するタイプのものはねただ買ったらもうそのままね、その日に食べたくなっちゃいますよね私もちっちゃい頃ね、みかん狩りってすごい楽しかったのを覚えています。
そしてたけしーさんからは、秋の味覚は松茸ご飯、今年は食べられるかなと来ています。松茸ご飯食べたい。のりおさんは、今朝会社で畑やってる人にまたナスもらいましたと来ています。いいですね、もらいたい私もとか言って、はい、ジェットさんからは、秋の味覚は安納芋、甘くて美味しいのよね、ニヤニヤ。うちの愛犬コアも大好き、最近たまに焼き芋屋の軽トラ来るんだけど今度買ってみようかなと来ています。あの焼き芋ってね聞いたら外に飛び出してしまいそうになる自分がいますそして長谷川純さん、芋煮、あ、芋煮会とかがあるところもありますからね。9月のアイミルキーさんもおはようございます、いらっしゃいませ。今日は秋の味覚でお送りしております。カンさんはナス育ててみようかなとおっしゃっています。あ、ナス、私もね、ナス自分で育ててから好きになりました。はい、長谷川純さん、酒のちゃんちゃん焼きとかもね、いただいております。ちゃんちゃん焼き、おいしそう。はい、ということで本日はトークテーマ秋の味覚でお届けいたしました。松茸ね、自転車の店タオさんからもね、松茸とか来ていますが、結構ね、かぶっているのありましたね。定番の商品ありました。はい、ということで本日もモーニングナハ終了のお時間となりましたが、今日の朝ごはんはちょっとね、美味しいものを食べたいなと思います。沖縄まだまだ暑いかなと思いますが、スーパーで売っている食品の顔ぶれがね、だんだんと秋めいてくるのを見ると心躍りますよねこれからの季節、皆様が様々な秋の味覚を堪能できますようお祈りしております。ということで、後半お急ぎでお届けしました金曜モーニングナハ、今週もユーミーこと池城由美子がお届けしました。皆様、Have a nice weekend and see you next time. Bye. はい、ということでツイキャスの皆さんもありがとうございました。じゅんさんからいただいてた伊勢海老松葉ガニもね、最高ですね。はい、そしてアイミルキーさんね、先日外国語学習アプリ1000日お祝いしましたが、1012日になったということで、まだ続けていらっしゃる、かっこいいです。私もね、頑張って続けたいと思います。はい、ということで本日もモーニングナハをお届けしました。また来週。